今回紹介する作品はクレヨンしんちゃん嵐を呼ぶあっぱれ戦国大合戦です。この作品は臼井よしひと原作、原敬一監督脚本、矢島明子、奈良橋美希、雨上がり消したいの宮迫博之、蛍原徹らが声の出演をして2002年に公開されたアニメ映画です。しんちゃんはペットのシロが吠えているので野原家の庭を掘ってみます。するとなんか巻物が出てきます。しんちゃんの字で何か書いてあるんですけれども、自分が書いた記憶はないんだけどなと思って一回目をつぶって目を開けると、どうやら過去の世界にタイムスリップしています。その世界でしんちゃんはいろんな冒険をしていきます。今回は人間の器についてちょっと考えたのでお話ししようかなと思います。こう行った過去の世界は春日の国というところにしんちゃんは行ったんですけども、そのお殿様としんちゃんが初めて会った時に、いろいろこうしんちゃんは殿様に対してタメ口を聞いたり、お尻を出しちゃったり、なんかこう失礼なことをたくさんしてるんです。周りの武士たちはなんかその失礼なことを見て殿様にだぞと思いながらヒヤヒヤしてたりするんですけれども、でも殿様はそれに対して面白がったり興味津々だったりするんですね。こういうシーン自体はなんかいろんな映画でもよくあるシーンだなと思って見てたんですけれども、なんかこう上に立つ人の上に立っている人、なんか導いたりする人ってなんかこう上辺のことをきっと気にせずに、その言葉の奥裏側の部分を聞いていたり、そこに興味があったり、また行動のユーモアさ自体をこうきっと評価してたりする気がするんです。だからこそなんかあんまりその言葉遣いとかには全然気にせずに面白がってしんちゃんを受け入れたんじゃないかなと思うんです。で僕はどっちかというとこう、言葉遣いとかはあんまり気にしないですけども、ちょっとちっちゃいことに気になっちゃって自分で器ちっちゃいなと思うことがあるので、こういう殿様の器の大きさを見習って魅力のある大人になりたいなと、そんな風に思いました。この作品は後々実写化もされて、ストーリーが非常に面白いし、最後のシーンが切ないんですよ。ぜひ皆さんにも見ていただきたい作品です。